はい、ゼニアライ弁天に来ました。ここでお金を洗うとお金が増えるという言い伝え伝説があるんで、ちょっとやってみたいと思います。よし、レッツゴー。ゼニアライ弁天に来ました。よいしょ、はい、ゼニアライ弁天に来ました。ですね、ここの神社でお金を洗うとお金が増えるという伝説があるので、ちょっとこのお金をですね、ちょっと洗って、ちょっと実験していきたいと思います。はい、この1万円でですね、ちょっと僕も5年ぶりなんですけど、ちょっとパチンコに行ってみたいと思います。ちょっと増えるかどうか実験をしてみたいと思います。ということでですね、ちょっと鎌倉のね、ゼニアライ弁天に行ってきたんですけども、そこではこうお金を洗うと増えるっていうね、そういう言い伝えがあったんですけども、ちょっとダメでしたね。増えませんでした。はい。どんまいです。はい、以上です。さよなら。